パール兄弟の話から。はい、パール兄弟のね、はい、こういう、まあ、未来はパールってアルバムでデビューしたんですけども、久保田晴郎と佐伯健三、この二人が中心になって1983年に生まれました、うん、久保田さんは、はい、もともと近田さんの近田晴郎とビブラトーンズの主要メンバーだったんだけど、はい、これが数奇な運命なんですが、はい、その近田晴郎とビブラトーンズを見に行こうとしたらそのライブがなくて、もともとビブラトーンズが元にした久保田晴郎のバンド人種熱っていうのがあったんです、はい、でそれしかないから、じゃあ人種熱いいやと思ってそれでエグマに見に行ったんですね。そしたらそのバンドっていうのは近田さんはただピアノをポロポロ弾くだけで、うん、久保田晴郎がハンドマイクで歌ってるんですよ。今じゃあ久保田晴郎がハンドマイクで歌ってる姿だったらめったに見ることができない、ほとんど無理ですね。だけどそのライブは久保田晴郎がギターを持たずにハンドマイクで歌ってたんですよ。でそれがすごく焦燥感があって、なんか無理してるなーって感じ で、はい、で無理してるなーと思うついでにですね、MC でね、僕が営業でやってる近田晴郎とビブラトーンズっていうバンドがあってって MC したの。でそういう風に自分のバンドのこと言うのかなと思ったら、案の定それで楽屋が大変なことになって大変なことに、その福岡豊さんってもう一歩ピンクを作られる方とね、はい、まあつかみかかる勢いで、お前は近田さんのやってるバンドのことをなんて言うんだっつって、で若いじゃないですか、うん、見てないですけど、なんていうか売り言葉に買い言葉になっちゃって、それで久保田晴郎脱退ビブラトーンズも人種熱も、僕が見に行ったそのライブで脱退になっちゃうんですよ、でもそんなことも知らずに僕は楽屋に行って、はい、すみません、なんかこう焦燥感が僕と似ているんで、記念写真撮ってくださいって記念写真だけ撮って帰って、そしたらその時に一緒に行った女の子が3ヶ月後にそのビブラトーンと人種熱クビになってフラフラしてる久保田晴郎と新宿の路上で会って、路上で、そう、それで踊りに行かないとか言ってディスコに行って、それでディスコで話してたら久保田晴郎が気さくな男だってことは分かって、だったらケンちゃん一緒にバンドやったらいいんじゃないっつって、それでその彼女の勧めでバンドやることになった。自分から組んだバンドじゃないんですよそれでできたのが、そう、僕はライブは見に行ったけど、俺と似て焦燥感があるやつだと思っただけだったんですね、その時は。はい。でもそのライブで久保田晴郎は、近田晴郎バンドをクビになり、っていうか自主退学し、その3ヶ月後に僕の彼女だった人が、仲良くなってくれて、ディスコで。それで、組んだらいいんじゃないつって。で、組んだのはこれ。まあ、人生はいつ、どう転ぶかわからないって話ですね。で、もう、すぐデビューされちゃったんですか？ 3 年後にね。うん、なんで徳島大学行ってたんで、パール兄弟は東京で、そうです、でも大学は徳島で、だから休みの時に戻ってきてやるライブバンドだった。じゃあすごい大変だったんじゃないですか、活動続けて。年間3ヶ月4ヶ月しか東京にいないから、うん、その時にはもう全力投球でレコーディングとかもやっちゃって、この間、へえ、近田さんと、はい、イリアさんと、ジューシーフルーツと、はい、ライブやりました。パール兄弟は今再結成。そうですね、2013年にオリジナルメンバーで再結成して今に至ります。はい、はい、10年目ですね、再結成して。はい、でもそれって今ちょっとその近田さん、近田ハロー&ビブラートーンズの、はい、そのバトル事件の話を聞いて、はい、でも。この間近田さんと一緒にライブやられて、もう今は久保田晴郎はその、はい、要するに脱退した後にですね、平山美希さんの鬼ヶ島という、まあ、知る人ぞ知る、はい、まあ、名盤があるんですけど、はい、それを全部任されたりもしているんで、はい、まあ有効的ではあるんです。ただ一時の勢いで抜けてしまったっていうね、はい、それ不幸な事件、うん、もうあれなんですね、和解されたんですね。あ、もうリアルタイムにもうすぐねだけど勢いは止められなかったっていうね。だったら再加入すればいいんだけどね。まあみんなほらバキッとして人ばっかりだからあの辺は、うん。大学はもうちゃんと卒業して、はい。で、医局にも入ったり。医局にも入りながら、パール兄弟をメジャーデビューするんです、今度。
一曲でじゃあお仕事しながら、そう。バンド活動両立する。大変なんです、これが。人間関係が。人間関係というと。まずバンドをやってたことは最初隠している。あ、やっぱそうなんだ。それから飲み会でカムアウトする。はい、でもその時に歌った。はい。歌うことによって許してもらった。え、それは、あれですか、アカペラで歌うってことですか？実はですね、それはですね、そのカラオケ、はい。歯医者の集うカラオケバーがあって、はい。そこの、カラオケマシンにカセットが入ったんですよ。はい。カセットが入る。で、僕がその時、カセットテープの、ハルメンズの方なんですけども、ハルメンズのカセットを持っていたんで、はい。それをかけて歌った。どうでした反応？みんな裸になっちゃった。裸？そう。裸で踊り出しちゃった。すごいそれ。たった2分半の曲なんだけど、はい、1分過ぎて感想になる時にみんな裸になっちゃった。それで、お前の活動を許すってことになったんですね。ああ、うん。じゃあ、うまい感じでカムアウトができたんですか？そうです。奇跡の夜でした、それは。まさかそういうことになるとは全く知らずに飲み会に参加していて、はい、でお前歌えみたいなあるじゃないですか。はい。酒場の親父たちが、お前歌えってやつ。で、それに、はいって言って、で、カセットが入ったから、よかったんですよ。もう忘れられない奇跡の夜ですね。一緒に何度かあるってやつ。そのままずっと司会としての顔とミュージシャンとしての顔を両立させて5年間両立させてパール兄弟頑張った。はい。つまりパール兄弟のポリドール時代っていうのがあるんですけど、はい、その時代はずっと実は歯医者もやってたんですね。大変でしたよ。大変だったから やめちゃったんですか？それはね、歯医者は結局やめる。あまりにもその5年間が大変すぎて、はい、で、患者さんにも迷惑かけることになるから、もうどっちかにする。でもどっちかったって、歯医者はやる人がたくさんいるんで、でパール兄弟とかハルメンズは俺一人しかいないから、まあ音楽は自分一人だなと思って、ちょっと苦労するかもしれないけど、もう歯医者やめよう。やめた。患者さんに、あら、あなたどこかで見たことがあるわとか言われたことない？そういうのはないんですけど、逆で、はい、パール兄弟とかのファンだから来てくれる。あー、逆パターンで。そうです。でも、そういう人の中には、ただ俺の、そういう歯医者やってるとこ見たいだけで来てる人もいて、はい、1回しか来なかったりね。単純に見れればいいんだ、そういう顔を。なんか当時はもう、すでに皆さん変になり始めてた時代だったから、口開けて見てもらうことの快感みたいなね。いや、私ないわ。ファンだったら絶対。そういう場合もいる。いや。でも忘れられる。まあ、これはもう時効だから言いますよ、うん。こんな女の子が来ました。はい。口開けて治療されながら、うん、佐伯さん、3P ってやったことある？ 3P って。3人でする、やばい。はい、あ、セクシュアルな。あ、そっち系の 3P です、はい。で、こっちはもう、こんな真面目になって、尋常してるじゃないですか。はい、そしたらいきなり口開けて、あーとか言って、はい、佐々木さん 3P ってやったことあるって、いきなり大学の診療室で言われた。もう時効ですけど。はい、1986年。で、ないよって言って。ないから、僕ないんですけど、それ驚きませんか？どうですか言われたら。言われたら固まりますよね。固まるでしょ？っていうかそっちの、あの、セクシャル系だと思わないですよ。セクシャル系っていうかさ、だから、どういうつもりでいきなり僕に質問するの？だからわからなくて。診療して、診療されながら口を開けて、早くさん、3P やったことあります。唐突すぎて、なんか。これはね、結構ね、まあ人類史上の話かなと思って、はい、歯医者で 3P やってるかどうか、カムアウトしてくる患者。これはね、すごい。で、今、コンプライアンスどこにも引っかかってない。はい。この話は実はコンプライアンスどこにも引っかかってないです。あ、まあ、せいぜいセクシュアルな用語として 3P を言えるかどうかですけど、まあ、まあ、さすがに民放のテレビだった問題かもしれないけど、インターネットだったら大丈夫。ですね。大丈夫です。全然問題ない。ですから、ものすごく人類史上の珍しい事件として、はい。語ってます。はい、それは、しませんかって意味だったんですか？わからない。ただしたことありますかって言われただけ。そこがコンプライアンスなの。そこがコンプライアンス。しませんかって言ったらいきなりコンプライアンスなんだけど、したことありますかだからコンプライアンスになる。あ、なるほど。はい、珍しいでしょ？どう思います？いや、質問の意図がよくわかんないですよね。まあだからひょっとしたら、まあおっしゃってる通りなのかもしれない。
うん、中村さんの、はい、誘ってた、誘ったのかもしれないけど、でもさ、誘われたとしても診療中だから、ああ、じゃあ行きましょうかとは言えないでしょもっとね、夜の現場とか、しかも口開いてるし、口開いてるし、ソロ活動ってしておりまして、7月にソロライブを行ったんですけども、その、まあ、シングル版今、この撮ってる時点ですとヘブンティーンっていうのがこの冬に出したんですが、夏にはカルナバローという曲が出ておりまして、佐伯、カタカナ佐伯、ひらがな健造で本舗、佐伯健造本舗と、ネットで弾いていただけると、そこで通信販売で買えます。ぜひ聴いて買ってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。